皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。えー、本日はですね、令和のゼロ戦、参ります。まずはこちらの記事ご覧ください。プレジデントオンラインですね。令和のゼロ戦の開発で防衛省が絶対に譲らなかった一つの条件という記事が出てきました。本日この記事を紹介したいというわけではないんですけれども、この記事の中で、えー、予算ですね、576億、 予算がこの戦闘機の開発に就いたということでその前の時の予算の5倍近くついてるんじゃないかなと思いますけれどもいよいよ本腰を入れて日本が国産の戦闘機の開発に乗り出したということでよろしいかなと思いましてお伝えをさせていただきたいと思いますそして自衛隊はずっと国産の戦闘機の開発を夢見てきましたでこれがですね えー、軍人さんだから開発したくてご利用しているというようなあ記事が出てきたりとかもしかしたらするかもしれませんけれどもそういうことではありません。日本を守るために必要なタイミングが来ているというお話を本日させていただきたいと思います。はい。その前にまずこちらの記事ですね。 え、ご覧ください。先ほどの記事から数日遅れまして、日経の方からですね、川崎重工と NEC、次期戦闘機の共同開発に参加という記事が出てきました。で、えー、一番大元で温度を取る中心になる企業は、やはり三菱重工業ということですね。三菱重工ということで、まあ戦闘機作れるのここしかないので、ここが温度を取るということで、役割分担としてはエンジンが IHI、あ で、もうすでにですね、世界のトップに躍り出るようなスト、ステルス戦闘機用のエンジンというのはもうできております。ずっと前から試作を繰り返しておりまして、15万馬力以上出るのかなはい。で、ステルス戦闘機なので、エンジンが小さくないとですね、機体が大きくなって見つかってしまうので、小型化というのにずっと取り組んでいたんですね。で、馬力もですね、えー、13万馬力、 以下だったものをですね、どんどん上げていって、非常に強い馬力の出るものを開発したということで、もう世界のトップレベルにあります。で、機体がスバルと川崎重工ということですね。で、電子戦装備を制御するミッションシステムが三菱電機。レーダーを含む電子機器が東芝と富士通と NEC ということでございまして、 日本企業は三菱を重工を含めまして8社。で、これにアメリカのロッキードマーチン社が手助けしてくれる形。で、この形を今後ちょっと交渉していって、このロッキードマーチン社が、例えばアメリカの議会が協力しちゃダメよっていうとかですね。議会は OK て来たけれども、国防総省の方からですね、ホワイトハウスの方にやっぱあれはまずいんで、あの、 トップの方で話し合ってくれっていうのが来て、やっぱり流れてしまうとか、そんなようなことがこれまでもありました。はい。なのでそこをどう突破できるかというところですが、ロッキーのマーチン社に何を協力してもらうかというと、お側のハートの部分はこの発射でいけると思います。中身のソフトウェアの部分ですね。えー、ここがですね、実践経験がないと作る、作れないみたいですね。なかなか作れないということで、 えー、まあ、こういうところからもですね、アメリカがなぜ定期的に戦争するのかというのが少し垣間見えるような気がするということでございますが、このロッキードマーチン社がやっぱり鍵を握ってしまっているというところ。ただ、日本はですね、今後もそんな頻繁に実戦経験を積むような国ではありませんので、えー、ここはですね、えーまあ、同盟関係を活用しながら今後も推移していくんじゃないかなと思いますが、まずは、 えー、事例ですね。事例を作って日本がちゃんと約束を守って運用するということで、日本に対してですね、最新のシステム情報っていうのを、ライセンスとか、あの、生産とかで開示して、もう大丈夫なんだっていう経験をですね、日米ともに、まずは積むことが大事だというふうに思います。えー、今やですね、コストがかかりすぎるので、一国だけで、え、世界最新鋭の戦闘機を作ってますなんていう国はほぼありません。 ロシアがもしかしたら作ってるかもしれないですけど、まあそれぐらいだと思いますね。あとアメリカか。どっかの国と、おいろんなその部品部品で協力し合って作るというのがもう世界の潮流ですので、えー、日本がですね、後発組の日本が決まって一国だけ作るぞっていうのもちょっと決まりすぎじゃないかなと思います。まずは協力して信用できるぞという体制のおお経験値ですね。それを日米で共に詰めればいいかなと思いますが、まずは、 そこの扉を上げなければいけないというところが問題だと。はい、いうことでございます。はい、そしてちょっと補足なんですけれども、ここでですね、えー、自前の戦闘機を作るために各国がどういう形で、えー、自国の技術を上げていっているのかと言いますと、すでにあの戦闘機を作る技術のあるです、ね、国から ライセンス生産という契約を取り付けます。で、ライセンス生産とは何かと言いますと、もう設計図から部品の作り方から組み立て方から、そしてその技術支援に至るまで、えー、支援してもらうと。その開発して作っている国と同じような体制を引いて自分たちでも作れるので、ノウハウが手に入るという契約の形態になります。 で、これとは別で真逆にあるのがノックダウン方式という,う契約になりますけれども、ノックダウン方式というのは、すでに部品を、その開発国とかですね、海外で部完成部品を作ってもらって、その部品を輸入して、あとは本体組み立てだけをするというようなあ形ですね。これだとノウハウが手に入りませんので、えー あまりですね、ただの下請けになってしまうということで、えー、自前の戦闘機を作るためには全く、えー、役に立たない契約ということになります。で、さらに役に立たない契約っていうのが、完成機体の輸入ということになりますね。これは全く役に立ちません。で、なぜライセンス生産の方がいいかということになりますと、戦闘機っていうのは、えー、一度ですね、えー、あの、 軍隊で使い始めると20年とか30年とかっていう長期間使うんですね。え、で、なのでその間に改善とか改修とかですね、その性能アップとかっていうこともその国で研究してグレードアップさせていくわけです。例えばですね、え、2年ぐらい前かな、1年前ぐらいかもしれませんけれども、中国の J20、え、戦撃20って言うんですけど、戦撃20型か。 っていうステルス戦闘機があるんですね。これはもちろん、あの、ロシアのスホーイを真似て作った、一応自前の戦闘機ってことになりますけれどもステ、ステルス戦闘機ですね。これが、くしくも、えー、インドのスホーイ30かな。あの、ロシアから輸入している戦闘機にですね、あの、見事に捕捉されてしまいまして、えー 中国の自前のステルスは全然補足できますよっていうことをインドが発信してしまったんですね。だからといってその後、J20 という戦闘機を侮っていいかというふうに言いますと、これをもとにまたどんどんですね、J20 という同じ名前でもこれを改善して回収していくんですね。でどん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 実践用に性能を高めていくっていうことをするんですが、その改善回収というのが、 うまくできません。自前で作るノウハウを持っていないとですね。なので、同じ型を使い続けていても、他国のものよりどん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 ですね、優位差があってもどん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 縮まっていって、時には抜かれたりもしちゃう可能性だってあるということなので、できれば全部自前で作れると、性能をですね、同じ機体名であっても性能を上げていけるので、自前で作る能力というのが必要になるぞと。と いうことです。ということで話が戻ってきまして、じゃあなぜ今自前で作る能力をこれほど日本が渇望しているのか、えー、自衛隊が渇望しているのかということになりますと、やはりあの国が関係してくる中国ということになります。はい、ここでですね、中国の戦闘機開発の歴史をざっと行きたいと思います。ざっとです。 中国の戦闘機開発が戦後ですね、本格的に始まったのが1950年代半ばでございます。ロシアからミグ17という戦闘機をライセンス生産で輸入いたしました。で、これがですね、戦滅5型と言い,いまして、今の戦滅20型のもっと初期の頃ですね、J5 とか J20 とかの J がつくやつです。 はい。の、J5 で行きましょうか。J5 が開発が始まりました。で、その後、ミグ19、ミグ21と立て続けにライセンス契約を結びまして、これが J6、J7 ということで進化させていって、順調に進めたかったんです。中国も。まあ中国の軍部といった方がいいかもしれませんが、進めたかったんですけれども、毛沢東さんが荒れ狂ってしまいまして、 大躍進政策ですね。大躍進政策で、もう、もう中国の国内めちゃめちゃになります。で、この間全然進みません。一応、自前のは作るんですけれども、まあ、あの、そもそも飛べないんじゃないかとか、そんなこと言われるようなレベルです。全く役に立たない、飛行機の形した鉄くずを作っておりました。 で、大躍進政策の最中もですね、それでも技術者はコツ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 と戦闘機を作る技術を積み上げていきます。ところが、もう、拓藤さんが文化大革命を起こして復権するんですけれども、その文化大革命の時に、えー、これまで作った文化とかそういうものはけしからんということがありまして、なぜかよくわかりませんけれども、戦闘機の工場を爆破してしまいます。 はい。えー、全く、うもうゼロに戻っちゃうぐらいなことを平気でやります。ということで、中国の戦闘機は全く進みません。これがいつ進んだのかと言いますと、おー、東昇平さんの時代になりまして、なおかつ、冷戦が終わってからですね。えー、冷戦がですね、終わったのは、まあ、1991年でいいと思いますけれども、終わりましてから、ロシアがとにかくお金がありません。 えーまあ、軍需産業で、えー、外貨稼ぐかあ、天然資源ですね、で外貨稼ぐかというようなところになっておりました。ロシアがですね。えー、なので、中国は高値で、その時のロシアの戦闘機のライセンス生産をまた購入しております。えー、とですね、スホイ27ですね、というのを1993年に購入してます。 えー、で、1999年にスホーイの30、えー、2001年にスホーイの33を購入して、いずれもライセンス生産で購入しているんですが、スホーイを作るんではなくて、戦撃を作ります、これで。えー、なんで、公然とですね、コピーをするんです。お、おそらく裏取引があったんだと思います。でお、お金はきちっとロシアに渡ってると思いますが、とにかく、自前の飛行機という形でノウハウを使わせてくれと、最初からというような裏取引があったんじゃないかなと。 おいうふうに思います。で、ここに至って中国の戦闘機開発とかノウハウが1993年を皮切りにぐわーという形で蓄積されていきます。で、この間ですね、日本はどうだったかと言いますと、1980年ぐらいに F15 という戦闘機を購入しました。 F35 を追加購入する昨年までずっと主力はこの F15 です。それぐらい戦闘機っていうのは一旦買って配備を整えると20年30年使うっていうことなんですよ。ところがこの F15 ではも、もはや中国に対して優位性を保てなくなるも、もしくはあ、保てない未来がもう見えてしまったんですね。なので、日本としては戦闘機のレベルを上げなければいけなかった。 で、できればですね、その回収ができる、柔軟に中国に対応、自前で対応することができるように、自前の戦闘機というのを作りたかった。しかし、戦闘経験もないですし、戦後ですね、戦闘機を自前で作ったことなんてありませんので、えー、なかなかそれが難しかったけれども、中国がどん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 、日本の持っている戦闘機のレベルに追いついてくる。これではまずいぞと。 ということで F35 を購入したということになります。ちなみに一番最初に紹介した記事ですと F35 を安倍さんが追加購入してそれが自前の戦闘機のその作る技術の流れを止めてしまったとかあとトランプさんのバイアメリカに屈してトランプさんに買わされたとかっていうようなことが最初の記事では書いてありますけどそれはもう全然違います。F35 を最初に購入したのは2011年オバマ政権時代なんですね。 この時に42期の、まずは購入というのを閣議決定しております。で、その後、2013年ぐらいから追加購入の交渉をずっと断続的にやっております。2013年、つまりオバマ政権時代ということなんですね。から追加購入のをやっていて、で、さすがにですね、えー、ちょっともう中国の動きがここ数年緩和ならんということで、この動きが加速していって、で、安倍さんがひとまず決着をつけた。で、なんでかというと、 現場の自衛隊の人たちのことを考えてみてくださいよ。1980年からまあ、能力が向上してるでしょうけども、それでも1980年の飛行機、買った飛行機というのをですね、グレードアップしながらでも、それを主力にして、ゴン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 ですね、ロシアの最新の戦闘機輸入して自前の戦撃作っている中国と、 渡り合っている現場のご苦労を考えたら、一刻も早く開会してグレードアップしなければいけなかった。ちょうど時期的にももう40年くらい経ってるので、もう開会時期とっくに過ぎてるくらいなんですよ。なので、ひとまず開会をして、そこにお金を投入して、そして、ちゃんと安全保障を担保しといて、えー、自前の戦闘機の開発をちゃんとやりましょうということで、今回予算が上がってきたと。 いう見立てでよろしいかなというふうに思います。えー、いずれにしてもですね、夢の膨らむニュースで、えー、ございますので、ちょっとですね、ロッキードマーチン社がどれぐらい協力してくれるのか、つまりアメリカがどれぐらい協力してくれるのかというところにかかってきておりますけれども、今アメリカはサイン癖のついた大統領がおりますので、ぜひですね、えー、なんなん、パッ、パッと噛み出しはサインしてしまいますので、 サインしてもらいたいなというふうに思いままあ大統領がするわけじゃないと思いますけどね。はい。ということで、また続,続報があればお伝えさせていただきたいと思います。本日の内容は以上になります。ご視聴ありがとうございました。